安藤潤は日本出身の総合格闘家。超人クラブ所属。柔道で鍛え抜かれた全身のパワーを武器とする。東京都八王子市出身。東京都八王子市の超人クラブに所属。柔道をバックボーンとする。専門は総合格闘技だが、プロレスの試合にも参戦。オンラインゲームの声優やインターネットラジオにも出演している。 東京都立八王子工業高等学校卒2005年10月28日ディープ21インパクトのフューチャーファイトで前島幸春と対戦し時間切れドロー2005年12月25日ディープフューチャーキングトーナメントに出場西坂達彦に定形を勝利遠藤良太郎にチョークスリーパーで一本勝ち2006年2月5日ディープ23インパクトの フューチャーキングトーナメント決勝戦で、金太郎に、判定負け。2006年12月9日、クラブディープで、久保田幸男に、TKO 勝利。プロデビューを果たす。ズダダン。キンマンから、キンマン2015年に、オンラインゲーム、チョコットランドのインターネットラジオ番組、アメザリとチョコットラジオに出演。チョコットランドのキャラクターである、ブジンバルザークの、 キャラクターボイスを担当した。チョコットランドサービス開始8周年を記念して、開催された、チョコットライブ2015にゲスト出演し、アメザリとチョコットラジオの公開収録にも参加した。ありがとうございます。